北緯35度43分54.4秒、統計139度42分56.2秒、北緯35.731778度統計139.715611度、35.731778、139.715611、豊島公会堂は、東京都豊島区にあった多目的ホールである。別名として、 未来在毛袋という名称が使われる場合があった。建設から60年以上が経過し、老朽化によって近年のニーズへの対応が難しくなっていた、豊島公会堂は、豊島区役所の新庁舎移転、建設に合わせ建て替えられることになった。このため2016年2月で閉館し、その後、隣接する区役所本庁舎、分庁舎、区民センターともに取り壊された。 跡地一帯には、オフィス棟のヘアーズドー,ー、ホール棟の東京建物ブリリアホール、新しい豊島区民センター、並びに改修された中池袋公園からなる晴れ座、池袋が整備され、このうちホールと区民センター及び公園は先行して2019年11月に開業し、タワーは2020年7月1日に開業することで、全体開業を迎える。ありがとうございます。